CL は、ホンダ技研工業が、かつて生産し、アキュラブランドで販売していたクーペ型の乗用車である。アキュラブランドにおける、ミッドサイズクーペとして、1996年から2004年まで、発売された CL は、高級感とスポーティさを両立させた車種であり、アキュラトルコリーラとプラットフォームを共有している。1996年にアキュラレジェンドのセダンが、 アキュラ RL にモデルチェンジした際に、クーペの設定が廃止されたことで、車格が異なるものの実質的な後継車種でもある。デザインは、ホンダ R&D アメリカによるもので、製造は、アコードやトルコリラを生産している、オハヨ州、メアリーズビル工場で行われており、アキュラの車種としては初めて、アメリカで設計、生産された車種でもある。外観は、 1995年に発表されたアキュラの将来の方向性をイメージしたデザインコンセプトカーである CLX が源流となっている。CLX のデザインコンセプトはネオクラシックで、そのモチーフは機能性及び神秘的な装飾が施された中世の甲冑のウェッジラインの体現であった。1995年、ホンダは北米国際オートショーにおいて、 次世代、コンセプトカーである、アキュラ CLX を発表し、翌1996年に市販バージョンである、CL が販売された。販売に際しては、アキュラチャンネルの中でも、インテグラとトルコリラの中間に位置する、トルコリラのクーペバージョンとして、ラインナップに設定された。本社の発売をもって、以降のアキュラでの販売車種は、インテグラを除き、A 字2文字。 または3文字の名称で統一されることとなる。搭載されるエンジンは、F22 バイト型2.2リットル直列4気筒 31CB テックと、j 3 0ア型3.0リットル V 型6気筒 31CB テックであった。その後、1998年モデル以降、F22 バイトに変わり、F23A 型2.3リットル直列4気筒 最一 CB テックが搭載された。デュアルウェアバッグ、アンチロック4輪、ディスクブレーキはオプションであった。同社に採用された標準のキーレスエントリーシステムは外部からトランクの施錠及び解錠が可能であった。オプションのプレミアムパッケージにはレザー張りの内装が設定された。なお、1997年モデルにおいて、 運転席側のパワーウィンドウモーターが劣化しやすいと、市場からたびたびクレームが上がっていたが、リコールとはならず個別保証で対応していたことが、米国高速道路交通安全局により伝えられている。1999年に、初代 CL が生産を終了した後、2001年モデルとして2000年の3月に、フルモデルチェンジが実施された。外観は、 先代の衣装を継承したものであるが、先に販売開始されたトルコリラと共通のデザインイメージとなっており、さらには、北米国際オートショーで発表された CL-X にもより近いデザインとなっている。搭載されるエンジンは、J32A 型 V63.2 リットル、31CB テックの一種類で、トルコリラのエンジンを流用しており、225。 PS の標準モデルに加え、スポーツモデルとして、出力を向上した 264PS 仕様が設定されていた。このスポーツモデルは、タイプ S の名で設定され、標準モデルに比べて、エンジン出力が高くなっていることから、ブレーキが強化され専用の17インチのアルミホイールとスポーツサスペンションを装備していた。しかし当初のタイプ S は、 高出力のエンジンであった割に5速 AT の設定しかなく、アキュラの主な勾配層に対して訴求力を欠いていた。そのため、生産最終年の2003年モデルにおいて、v i s a と TSC を配し、リミテッドスリップデフと6速 MT を備えた、スパルタ、な仕様が設定されたが、この MT 仕様はほとんど市場には出回らなかった。2002年に、 兄弟車種であるトルコリラが2003年モデルとして外装をマイナーチェンジした際に合わせてマイナーチェンジを実施、グリルやヘッドライトデザイン等がわずかに変更された。2004年の年次更新でトルコリラは次世代モデルへとフルモデルチェンジを果たすが、販売がかんばしくなかった CL はそのまま生産を終了した。2代目 CL の販売台数は 約3万1000台であった。実質的な光景は、アコードクーペであり、アキュラブランドでの直接の光景モデルは、設定されなかった。なお、本社には AT に関する不具合で、保証機関に対する集団訴訟を起こされたことがあった。アキュラ CL、X コンセプトワールドプルミエ、ハットアキュラ CL テクニカルサービスブルトンズサマリー、ハットホンダトランスミッションセトルメント、 ありがとうございます。